ったね、昨日のね、準決勝からね、全然見てなかったので、うん、今から準決勝から見ます。うん。たこ焼き主体、お寿司4人前の主体なんだけど、待って、音が聞こえない。先生どうでしょうか。はい、イエローのインクで戦うタコキッシュはスプラマニューバー、シャープマーカー、プロモデラー RG52 ガロンとなってます。対してブルーです。はい、ブルーのインクを使用2人前はノバブラスターネオの147スプラッシューターコラボ、N89。編成が意外だよね。でもあれだね、こっちともにエナサーはいないけど、このノバ止められるか。カロールがたくさん。ハンコランデル投げちゃうの。いや偉いですね。もう行くとやられちゃうんで、すぐ投げる判断しましたね。ハンさん早振り。マジ。偉いっす。1分が経過しています。イエローちょっと押し込まれる展開ですが、ここからどう挽回しましょうか。とりあえず今はね、お寿司より前は押してるけど、いやーそれでもブルーウェーブが止まりません。三岡さん、はい、ここから展開どういうものが黄色求められますか。そうですね、お寿司より前をかなりこう打開にしたいね。打開を左右に分かれる、もしくは黄色チーム塗りできるからさ、ノーチとせるそれすらも見張ってる気がしますね。ハンコ、あ、惜しい。狭いポイントから投げれなかった。ナイス。そうですね、ただ今そうそう、小学生部門とかっていろんな武器見れるからおもろいよ。取り戻す流れを止めてみてる。このノバル選手意外な武器見れるのが、そうですね、ノバル選手が本当いて前に出れなかったんですけど、ちょっと前に出れるかなって感じですね、これで。イエローが高いをキープ。一応真ん中取った。お、お、惜しい。それでもまだイエローは前にいるという状況。いやー、うまい。ノバル選手の勝ち。本当ですね、本当出てくるとこずっと見てますからね。残りは40秒ということになります。ザップオーナー、偉いし。それでも苦しいですね、イエロー。まだあと30秒ギリギリありますので、ちょっと一つやらないようにしたいんですが、欲しい。かなり前に出てこられてますので、焦らないようにしてほしいです。それでも、ブルーフォー、リンゴアメ選手もしっかりと相手を倒していきます。画面変わって、チクワッパ選手、ブルーです。イエローズも飛び出したところを、いや、持っていった、持っていった、持っていった、アバラインも速い、コア選手でブルー側。さあ、イエローラストアタック、残りは10カウント。ブルーのこの厚い壁、越えていけるか。いやブルーが暴れてる。ノバが全てを叩き崩していく。暴れている。準決勝第2試合の1本目、70.7%。 いや差がやばい。お寿司4人前、いやすごかった。準決勝第2試合の2本目はおはようザトーマーケット。イエローのタコキッシュ粘れるか、ブルーのお寿司4人前決めきるか。決めきるか。プレーボール。はい、イエローのインクで戦うタコキッシュはスプラマニューバー、シャープマーカー、プロモデラー RG52 ガロンとなってます。対してブルーです。はい、ブルーのインクを使用4人前はノバブラスターネオ、ノーチャー47、スプラシューターコラボ。勝ちってね、パッとこちら変更なしです、ね、そうですね、お互い変更なしできましたね。イエロー1、ちくわ選手、縦横無尽に。あ、惜しい。製造しようとしてブルー1、タケノコ選手、ラインを上げてくるぞ。ここも捉えている。うまい。味方のカバーもあって、この壁に張り付いてからのブラスター、どう止めていくのか。佐藤さん、初動ご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、初動は本当に先ほどの試合と同じようにノバブラスターの選手がうまくね、相手を段差下からね、やっつけてきましたね。まだね、はい、始まったばっかりなんで、ここは1対1。相打ち。三岡さん、1分が経過しますが、はい、画面盤面は青、押しの2枚で。うまいぞ。こうなるとノバブラスターネオがどこにいるかをちゃんと注目しなきゃいけません。そう、ジュジェンのりがあれだけど、
後から一人一人していくみたいな。でカバーをしたいですね。さあこの竹の子選手のプレッシャーを跳ねのけていきたい。向こう側にはイエロー4万寿選手が見えています。ただ高台ハイポジション有利を取っているのはブルース・リーです。総八選手回っていく。いや2度目のワイプアウトだ。得意ステージ。いやマジでこの人の多さの圧でこんな動きできるのは本当すごいよ。左側を完璧に封鎖されています。であればそうですね、おとりを使ってどうにかルートをこじ上げていきたい。本当すごいフット。タコキッシュ側です。ただ嫌な花火ですね。あれそうですね、ここ乱れると辛いですよね。いやーそこのダンスワンちょっとえぐい。思ったんですけど瞬時に倒しましたね。おおスライド系に対して対策が上手い。まだワンチャン作れますよ。ここから人数揃えて倒しましょう。ちょっと一人ずつ出てしまっていますので落ち着いてまず塗りを自陣を塗り替えしてっていうところにしたいんですけど、まあ、相手のプレッシャーもありますので落ち着いてほしいですね。それでも高さを生かして東八選手押していって2枚抜き。うまい。いい動きですよこれは。さあ壁下引き続き竹の子選手プレッシャーを放ってきますが、この竹の子選手が落ちました。いやでも味方のカバーラインが速い。リンゴアメ選手のカバーが速い。よしこれどっちとのプレーも見て対策考えるか。どっちが優勝してもいいように。どっちが優勝してもいいように。やりましたね。抜けを見ましたね。今の見ている。さあしかしイエロー2が出ていくぞ。イエロー2が出ていくぞ。夏美選手だ。下からブラスターの圧がある。ちょっと下がってから。うまい。いやーうまいなー。ロバー、うーわー決勝見て対策しようですね。はい、いやおめでとうございます。おめでとう決勝。いや決勝戦出場。プレイボーン。右のお寿司4人前は変わってないか。変わってないでしょ。ノーチャス47スプラシューターコラボ89。お直狙っ直行ってった。うまい。そうですね。さあしかし初動はブルーがユーフィを握って、この選手ブルーワンの竹の子選手高低差を取ったのもの。なかなか相手からは倒されず、こちらはプレッシャーをひたすら入っていく。うまい。爆風でかっ。取っていった。いやそしてまだ行くのか。まだ行くのか。いける？うまいさん。イカロを使って1枚近距離で。うわうまここが止まらない。1分が経過しました。ミオカモさん。よしよし。うわ、と相打ちだ。アイコン。ノブラスターで多分対抗策をしようとしたと思うんですけど、近づかれるとかノブラスター。よし。有利はあると思いますので。一回お伝えしましたけど、なかなかもう一度引き直すだと思います。ブルース、ちくわっぱ選手、さらにはブルースに総発選手と味方を組んでいる。たこ焼きセス、これワンチャン炭酸でもいいかもしれなかったね。そうですね、まだちょっと炭酸ボールで着地ができるからさ、いい陣取ってる選手がいますので、そこをまずはやっぱり落ち着いて自陣から追い出して中央を取り返していきたいですよね。さあそれでもブルー1、3、2と3人でこのラインを張っています。3号さん苦しいですが、イエローどうしましょうか。いやそうです、我慢の時間もここまででミックスフルーツこういう展開何回っ、ね、また入ってきて入った。この試合も頑張って、わっ、お金ひっくり返したいですね。さあブルー1を2人で叩いていきましたが、ブルー3がカバーラインでしっかりと入ってきています。ガードだ。この1V1 はイエローを取っていった。カバーラインで4人前。そして中央の着地も見ています。うわラストアタックになるでしょう。ミックスフルーツはいやこれ最後ね、ミックスフルーツザップやれたら結構いけるんじゃないかな。いやまだこれ一人ずつ一枚ずつ落ち着いて倒したいですね。
うん、そうそう、ザップやれたら結構でかい。え、ある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 、全然ある。あー、ノバー、あ、でもある、全然ある、全然ある。いやー、全然あるけど、ノバに関してはダメ。決勝戦の1本目ジャッジ。うわあ、57.2%。さすがに塗り差が広すぎたな。決勝戦の2本目はマテガイ放水路。いや、服が今おったけど似てる。ブルー、お寿司4人前。まさか仲間？せーの、ブレイボー。どうですか？はい、イエローのミックスフルーツですが、ハイドラント、北斎、シャープマーカー、ラクト450になります。対してブルーです。はい、ブルーのインクを使用2枚はノバブラスターネオノージョ47。いやー、ミックスフルーツもうまいのにな、これ。高台化されてんの、えら。高台化されてんの、どう見ますか。そうですね、先ほどハイドラント、あのマスカット選手、あのしっかり自陣側の屋根の上に登って、まあ、倒されはしたんですけれども、はい、きっちりとそこから相手を相手を見張って牽制するっていう役回り。いやー、でもこの、あ、これあのハイドラと一緒と行かない方がいいかも。あの、あれやられるよ。あー、危ねー。はい、ミクセルさん、やっぱりノバブラスタイルをかなり警戒してましたね。高台化攻めてるの、偉。ハイドラとで2人倒してましたけども、あとは距離をどこまで縮められるのか。いやー、ノバが強いステージばっかだ。おー、ワンダーを捉えていった。この近距離戦もハイドラントに有利をつけられます。ハイドラント、ハイドラント。サンゴさん、ここまでご覧になっていかがですか。そうですね、序盤はあのところブルーが良い、あのあれ、そうだけど、後から押せるからね。あ、いいですね、いいです、いいです。イエローバンのハリアさんですね、クリアされれば大きく崩されることはないはずですね、ここから。ただやっぱりあの自陣側入り込みづらいので、いや惜しい。ブルー側のお寿司4人前もこう、俺がしてた動きだ、クイールで。スタイルは取りにくいような感じですね。リュウカさん、それでもブルーは一人倒された後の連携力非常に高いですね。そうなんですね、タケノコ選手を倒してる、もう総勝選手とかですね、シュガフ選手のカバンも入るし、リュウカの選手もちゃんと見てるので、うん、そうそう、キル武器多いからね、対面力でゴリ押すしかないんだよな、相手の準備。ちょっと本当にこれをまずはこれか。さあ残りは1分間、この状況ですが、いちごさん、それか。あの相手の奥全然射程が長いから、射程でゴリ押すか、どっちかだね。あの自陣側の、あの4プレイヤーのブルー、最後職安打抜けれるかが大事だな、いくらでも。全然チャンスありますね。キノコが一つ一つ目を積んでいく。いやー、毎回抜けてくるな。この位置も入り込んでいるのはタケノコだ。残りはえら、はい、いや、ここ入り込まれると厳しいですね。ウルトラハンゴー叩き潰していく。入り込んでいく。いいスキルだ。ビッグフルーツを侵食していく。残りは15秒になります。さあどうだ、ミックスフルーツワンピック1人ずつ倒していきたいんですが、逆に人数余裕をずっとつけているのはお寿司4人前、モンスダッシュをワイプアウト。いやー、うまい。いや、惜しい。近畿地区大会で2決勝、ジャッジ。うわー、えぐすぎ。ちょっと74.8%。全国決勝に進むのはちょ、もうやりすぎじゃん、ちょっと決勝戦で。と、いやー、今のね、チーム、本当に連携力がすごすぎて、本当に、マジで、一人やられちゃったら、二人目がカバーにしていくっていう感じが本当に強すぎた。おめでとうございます。お寿司より前さん。ナイス優勝です。優勝してるからね、こういう強いチームがゾロゾロいるっていうことですね。全国大会、いやマジで全国大会楽しみ。いや、お互い頑張りましょう。まあ決勝戦で会うことを願っている。チャンネル登録をして通知をオンにすれば
最新動画やライブ配信のお知らせが届きますので見逃すことがありません。ぜひ全ての通知をオンにしてくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。